こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画では結構皆さんからリクエストが多かったトレーニングウェアについて少しお話をしたいと思っています。僕は今30代後半なんですが、この年になるとですね、ちょっとでも気を抜くとすぐに太ってくるんですね。僕はですね、基本的に体型がずっと変わらないので、食べても太らない体質なんだろうなと思われている方も多いんですけども、もちろんですね、そんなことはないんですね。それなりに注意をしながらこの体型をなんとかキープしてるんですね。例えば食事に気を使ったりですとか、トレーニングをしながらなんとかですね、このプラスマイナスゼロの状態をキープしてるわけですね。まあ体質で太らない方っていうのも中にはいらっしゃるかなと思うんですが、やっぱりごく少数だと思うんですね。僕の同世代の友人を見ても、結構昔は痩せていて食べても太らなかった体質の人も、今になると中年太りしてる人も結構多いんですね。ですので僕も気を抜いたら絶対に太ります。これは自信があります。ですので僕も日頃から食事ですとか運動に多少は気を使いながら生きています。まあ正直体型管理においては運動よりも食事の方が大事だと思うんですね。まあ、運動で消費できるカロリーっていうのはやっぱりある程度限度があるかなと思うので、日々の食事の方が大事だと思うんですが、まあ今回はですね、トレーニングウェアというところについてお話をしたいなと思うので、まあそれに伴って僕がどのようなことを日常的に行っているのかについても簡単にお話ししたいと思っています。僕が日常的に行っている運動というのは基本的には筋トレとランニングです。で、筋トレに関しては基本的には毎日やります。どんなことがあっても基本的には毎日やるということを義務にしています。まあその日に飲み会があろうとも、お正月であろうとも、クリスマスであろうとも、何が何でも絶対に筋トレはやります。ランニングに関しては毎日というわけではなくて、走れる時は走るという感じなんですが、基本的には週に 4,5 回ぐらいのペースで走るようにしています。これらの運動っていうのは結構習慣化するのが一番ハードルが高いと思うんですよね。僕自身も何度もトライしては途中でやめてしまうっていうことを何度も繰り返しながら何とか習慣化したんですね。僕はもともと体育会系なので結構運動しようと思うとマジになってしまうんですね。筋トレに関しても目標数値を高くしてしまうので、やってるうちにですね、だんだん苦しくなってやらなくなってしまう、この繰り返しでした。ですので一回ですね、僕は習慣化することをまずは目標としたんですね。まあ、筋トレに関してはやっていて無理のない範囲というところを意識するようになりました。例えば僕がやってるのは腕立て、腹筋、スクワット、この3つなんですけども、回数をですね、最初はそれぞれ10回というところからスタートをさせました。10回だったら最初はきついんですよ、10回でも。でもなんとか10回であれば習慣化できるんですね。皆さんも想像してもらいたいんですが、腕立て10回って言ったらまあできない範囲じゃないと思うんですね。腹筋10回、スクワット10回というのも決してぶっ倒れるほどの回数ではないかなと思います。まずこれぐらいの回数を毎日続けるということを目的にしました。まあ、10回でも辛かったら5回でもいいかなと思うんですね。やっていて気持ちがいい範囲、嫌じゃない範囲でまずは習慣化すること、これが大事かなと思っています。この回数に2ヶ月ぐらい慣れてしまうと、そこから先はですね、やらないとなんか気持ち悪いなって感じになってくるんですね。まあこれが習慣化だと思うんですね。そこまで来たら少しずつ回数を伸ばしていく、これがですねステップとしてはすごくいいのかなと思っています。まあ僕は10回からスタートしたんですが、10回が15回になって、15回が20回になって、20回が30回になってという形で少しずつステップアップをして、今では腕立てが100回、腹筋が70回、スクワットが40回という形が習慣になっています。まあ、これぐらいの範囲だと僕は毎日嫌じゃなく続けられる範囲かなと思ってます。まずは少ない回数から習慣化すること、これがめちゃくちゃ大事かなと思います。これはランニングも同じですね。僕はかつてランニングに関しては大失敗したことがあるんですね。まあ、独立をして次の日から僕はランニングの習慣を作ったんですが、その当時ですね、結構走るのがだんだん好きになってしまってエスカレートしてたんですね。まずは1キロから走り出して、それが3キロになって、5キロになって、10キロになって、でまあ最終的にはですね、毎日12キロぐらい走っていました。そして大会もですね、10キロマラソンに出て、ハーフマラソンに出て、次はフルマラソンに出て、さらにはですね、トレイルランといって山の上を走るみたいなことまで始めてしまったんですね。そうなるとですね、まあ楽しいのは楽しいんですけども、だんだん体に故障が出るようになってきたんですね。膝が痛くなったりですとか、足が痛くなったりですとか、いろんな故障が出るようになりました。あとは仕事が忙しくなると、毎日10キロ以上っていうのはなかなかですね、走る時間が作れなかったんですね。そして気づけばランニング全くやらなくなりました。
まあ、これはすごくもったいなかったなと思いまして、ちょうど1年ぐらい前からランニングをする習慣っていうのを再開しました。その際に僕自身が決めたことが2つありまして、まずは距離数ですね。これはもう制限を設けています。1回あたり 2.5 キロ、これ以上は絶対に走らないと決めています。そしてペースに関しても制限を設けていて、なるべくゆっくり走るようにしています。僕のランニングコースにはいろんな方が走っていて、めちゃくちゃ速い人もいるし、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかダイエット中のおばちゃんとかもいるんですが、そういう人の中で僕が一番遅いですね。一番ゆっくり走っています。もうほとんど早歩きと同じぐらいのペースで、周囲の自然とかを見ながらゆっくり走る、これを習慣化しています。以前はランニングの時間っていうのは結構修行とか苦行のような感じに近かったんですが、これぐらいの距離でペースもゆったりだとめちゃくちゃ気持ちがいいんですね。あんまり本気で走りすぎるのは正直健康に良くないです。気分転換がてらに走るぐらいの方が習慣化しやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもトレーニングするときにはまずは習慣化すること、これを一つのゴールにした方がいいかなと思います。やっていて辛くない範囲、やっていて気持ちがいい範囲で止めておくこと、もっとできてもそこで止めておくことが大事だと思うんですね。そしてできれば毎日やった方がいいですね。これ1日飛ばしでやるよりも絶対毎日やった方がいいと思いますね。もう毎日やるってことが習慣化すると、もうやってない日が気持ち悪くなるので、そこまで落とし込めれば結構長く続けることができるのかなと思っています。はい、ということでめちゃくちゃ話が脱線しましたが、こんな感じで僕は筋トレとランニングを習慣化してるわけですが、まあ、その際にどんなものを着るのかっていうのも結構大事なんですね。気分を上げながら運動するってことを僕は意識的に行うようにしています。で、今この動画を撮っているのは5月中旬なんですが、これぐらいの時期から10月ぐらいまでは基本的に僕はですね、 T シャツ短パンで運動するようにしています。で、これはどんなものを選んでいるのかというと、実際に持ってきたんですが、まず T シャツに関してはこういったものを着ていますね。まあ、以前にもちょっと一度ご紹介したんですが、最近はノースフェイスの T シャツを着ています。で、スポーツブランドも僕なりにいろんなところを見たんですが、まあ、デザインがすごく安定していいなと思えるのがナイキですとかノースフェイスなんですね。特にノースフェイスに関してはロゴなんかもすごくシンプルですし、スポーツのイメージというよりは結構街着のイメージもあったりするので、運動する時だけではなくて結構部屋着としても活用することができるので、最近はノースフェイスを選ぶことが圧倒的に多くなりました。こちらは先日買った T シャツなんですが、コットンとポリエステルを混合した素材になっています。コットンはですね、肌触りがいいので着ていて気持ちがいいんですよ。一方でポリエステルというのは速乾性が高いということ、そして洗濯した後にシワになりづらいというところがあって取り扱いがしやすいんですね。ですので僕はこのネイビーのシンプルな T シャツを着ています。基本的にトレーニングウェアはあんまり派手なものを着ないようにしていますね。まあ、先ほどもお伝えしたように、めちゃくちゃゆっくりのペースで走ってるのにウェアだけが派手っていうのも恥ずかしいので、なるべくシンプルなものを使っています。 T シャツに関しては基本的にはネイビーですとかグレーですとか白のようなシンプルなものを選びまして、ボトムス短パンはですね、黒を選ぶというのが僕の中での一つの鉄板になっています。サイズ感に関しては後ほど着てみますが、まあ、ジャストサイズですね。大きすぎず小さすぎずというところを意識するようにしています。はい、続いて短パンですね。こちらもノースペースのものを使ってるんですが、これはですね、もう 3,4 年ぐらいずっと僕の中でのユニフォーム的な感覚で買い替えています。同じものをですね、僕は4着持っています。事務所にもありますし、自宅にも置いてありまして、これはですね、トレーニングの時だけに履くのではなくて、基本的に春夏はですね、家の中室内に関してはこれを履いていることが多いですね。先ほどの T シャツとこのパンツを履いていればいつでもトレーニングすることができるんですね。ささっと空いた時間に筋トレをしたいですとか、そのままランニングに行ったりすることができるので、基本的には部屋着兼トレーニングウェアというふうに僕は使うようにしています。これはですね、もうデザインすごくシンプルでめちゃくちゃ使いやすいんですよ。そして軽量で動きやすいので、もう春夏に関してはこれ一本あればもう十分だなと思っていて、すごい愛用していますね。皆さんもね、ぜひこのノースフェイスのパンツなんかは買ってみるといいかなと思います。下にリンクを載せておきますので、よかったらそちらを参考にしていただきたいなと思っています。まあ、そして暑い時にはですね、一応キャップをかぶるようにしています。こちらもブラックのシンプルなキャップを用意しているんですが、なかなか見えづらいかなと思うんですが、こちらにですね、 S という刺繍が入っています。こちらはサタデーズニューヨークですね。僕がよく T シャツで活用しているブランドなんですが、こちらのものを僕は使っています。まあ、なるべくですね、色は濃いもので合わせてシンプルな着こなしというところを意識することで、そんなに派手さはないですが、それぞれブランドの価値観というのがギュッと詰まったアイテムで、どれも気に入っていますね。ということで、まあ、これらのアイテムをこの後実際に僕自身が着ながら解説をしてみたいと思っています。はい、ということで着替えてみました。
僕はですね、こんな格好で基本的にはトレーニングを行うことが多いです。筋トレですとかランニング両方ともですね、この格好でいますし、そもそもですね、基本的に5月から10月の初旬ぐらいまではこういった格好が僕の部屋着になるんですね。部屋着兼トレーニングウェアとしてこの格好を使っています。まあ、先ほどお伝えしたようにネイビーのですね、ノースフェイスの T シャツに下はブラックのノースフェイスの短パンを履いていますね。このネイビーとブラックというのが非常に相性がいいので僕が気に入っている配色になりますね。両方ともブラックだとちょっと重たすぎるんですけども、ここにちょっとした色の差があるだけで少しメリハリの効いた着こなしができるかなと思っています。そして映ってないですが、靴なんですが僕はナイキのものを使っていますね。まあ、靴に関してはですね、やっぱりこう足に合うかどうかが一番大事かなと思うんですが、僕は足に合うかどうかにも見た目の雰囲気の方を優先して選ぶことが多いです。まあ、デザインにおいてはやっぱりナイキがなんだかんだでかっこいいかなと思うので、僕はランニングシューズはずっとナイキのものを使うようにしています。まあ、サイズ感も両方ともタイトですよね。そんなにですね、ビッグシルエットがトレンドだからといってスポーツウェアにもその感覚を持ち込もうというのはなくてですね、基本的にはジャストサイズというものを選んでいます。あんまりたっぷりしすぎるのも動きにくいですよね。ですので基本的にトレーニングウェアというのはジャストサイズぐらいで皆さんも選んでいただきたいなと思っています。そして僕はランニングをするときに一つ習慣がありまして、僕は走りながらですね、耳で聞いてるんですね。まあ、どんなものを聞いてるかというと、ポッドキャストですとか YouTube ですとか NewsPicks というサイトがあるんですが、そちらでも音声だとか動画のコンテンツがあるので、そういったものを聞きながら走っています。ただ走ってるだけだと結構退屈なので、耳で聞きながら走るとですね、すごく効率がいいなというふうに感じています。今はですね、残念ながら Apple Watch みたいなのがないので、携帯をポケットの中に忍ばせながら走ってるんですが、ちょっとやっぱり重たいんですね。ですのでいよいよ Apple Watch 買わなくちゃいけないなと思ってるんですが、買った際にはですね、皆さんにもレビューをしてみたいと思っています。はい、ということで今回はトレーニングウェアについて解説をしようと思ったんですが、意外とですね、僕のトレーニング方法だとかトレーニングの習慣化についての話が長くなってしまって恐縮なんですが、皆さんの参考に少しでもなってくれたら嬉しいなと思っています。僕たち30代40代にとってもう体作りというのはもうこれは仕事の一部だと僕は感じているんですね。まあ、何事も体が資本なので、何もしない年を重ねるとどんどん体型は変わってしまうし、体力も落ちていく一方なのかなと思います。現状維持するためにもそれなりの負荷をかける必要があるかなと思うので、できればですね、楽しみながら少ない回数から習慣化して長く運動というものに皆さんも付き合っていただきたいなと思っています。それでは僕はこのままランニングに向かいたいと思います。皆さんも素敵な一日をお過ごしください。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。